それ NG です。今さこうやって持ってさ、こうやってやってしょ、うん、こうじゃないの、うん、こことここを持つの。はい、皆さんこんにちは、ヒューティノールの辻山です。今日はですね、ヒューティノール開発したクレンジングとウォッシュを、実はですね、うちの社長はですね使ってないと。使ってない使ってない大変なことでございます。正しいやり方ね、みんなと一緒にやりましょうっていうことで今日は動画を撮っております。はい、まずは本当に男の人だから顔を洗うってこともね、うん、あんまり実際しないもんね、うん、シャンプーでね顔洗う、シャンプーで顔洗うね、うん、なので全くど素人な人がそのまんまとりあえずやってみてほしい。やってみて私がピーってするから、こうピーってするから、はい、わかりました、うん、前ね乳化クレンジングやったけど、あの時も難しかったけど、今回はこのネイテのクレンジングね、うん、やってみます。量はしっかり守ってほしいから、普通はね、女の人だったら大きく2プッシュ、ブチュ、ブチュ、そう、大きく2プッシュ。男の人だったら2プッシュ半ぐらいでもいいかもしれないけど、あ、顔でかいからね。ちょ、うん、顔でかいから。結構トロトロで。結構トロトロでしょ。え、これどうすんの？こそうそう、そうやって。あ、なんか、これ、ここにこうやって、こうやって、こうやって。こうなんか、こんな感じ、うん、そんな感じ。そう、塗って、大きく伸ばして、どんな感じしようか。結構こう、ぬめってしてる感じ。ゆっくり動かす。そうこういうふうにこう、こういうふうに顔動いたでしょ、今。これで NG なんです。これ難しいんだ、これが。やってるつもりだけど、こうなるでしょ。こういうふうに今なったらね。そうじゃなくて。できれば、こうにこう。そうそうそう。優しく優しく顔の形変えないで。なんか俺の指なんかすんごい太くないソーセージみたいな。で、下へ行ってみる。別に乳化しなくていいのね。うん。油っぽい人はやってるうちに乳化はしてくると思うんだけど、あえて乳化、すごい顔動いてる。顔動かさない。顔動かさない。皮膚動かさずに手だけ動かす。それは同じなんだ。そうそう、それは同じ。難しい。ゆっくり動かす。で、鼻の横はね、小鼻は皮脂っぽいところからだから、ここだけちょっとこういうふうに。これ、こんな早くしなくていい。これはあれだよね。クレンジングはさ、クレンジングの目的は、うん、メイクを落とす。メイクしてなくっても、うん、酸化した皮脂とか、あと例えばその日焼け止めぐらいはみんな塗ってると思うんでね、女性だったらね。要するに顔の上に乗っかってるものを落とします。はい、何分ぐらいのこれ？もう1、2分で大丈夫。あ、もうこんなもんいいんだ。はい、そのぐらいで大丈夫。これいい？うん、落ちてる？いい、落ちてる。汚れてないけどね。汚れてる、汚れてる。汚れてるよ。うん。うん、これいい感じ？うん。鼻の横とかほら、白くなって乳化してるじゃん。乳化させなくてもいいんだよ。うんうん、でも油っぽい人は乳化してくる。うん、これこんな早くしなくていいんだ。そう、うん、早くしなくていい。これ早くしたらなんでダメなの？早くね、しちゃダメなの。力入っちゃうから。絶対に早くしちゃうと力入っちゃうから。クレンジングは、この指でやった方がいい。人差し指じゃなくて。力入らないですよ。極力力難しい。力入っちゃうなこれ。ずいぶん最初顔動いてたけどいい感じになってきた。オッケー。じゃあ流してみてください。ぬるま湯で流してきてください。なんかブーちゃんの格好が。ブーちゃんどうした？どう？さっぱりしたでしょ。さっぱりした、うん、白くなったんじゃないの？白くなったんじゃない、うんうん、じゃあ次はですね、ウォッシュ。めちゃめちゃ評判いいんだよこれ。しかもこの泡立てネット、これも作ったんだよね。これもオリジナルの泡立てネット。ピンクの色はね限定品だったのね。でもうないから今は白ですけど、うちは限定品を使ってます。これ評判なんだよ。はい、使い方これわからない人はね、濡らすの、うん、まず濡らしてボウルにお水取ってきます。はい、はい、じゃんまりジャブジャブじゃなくて平気、そのぐらいで平気。これワンプッシュ1ミリです。ワンプッシュ1ミリ入れます。プチュ、はい、はい、1ミリ入りました。どう？あ、それダメなんです。それ NG です。え、マジ？ピンピン何これ？これはですね、今さこうやって持ってさ、こうやってやってしょ、うん、こうじゃないの、はい、こうだとうまく当たってない、うん、こことここを持つの、うん、この端とここを持って、うん、ぐるぐる、あ、ぐるぐる、こういうふうに空気を入れるように、こうね、わわわわと、わわわわわわわっていうの力任せじゃなくて、そうそう、どう？あ、いい感じで、反対方向とか空気を入れる、空気を入れる。まあ、わずかワンプッシュでも結構泡立つでしょ、うん、楽しい、うん、細かい、細かいね。もうちょっと濡らしてみるよ。はい、これ水分量が結構、あ、わお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 、すごい泡立ってきた。ほら、水分量がさ、泡立たないからってこっちをどんどん足すことはないですからね。水足したらすごくなった。これ水ちょっとだけ、ほんとこういう感じ。わお、ホイップクリームみたいなね。ホイップクリームだ、うん、いい感じ。そして穴形立ったかなと思ったら、わお、シューってこう絞り上げる、シューって、ほらどうだ、うーん、わお、美味しそう、食べたくなる。食べたくなるんですよ。ここで顔洗ってみよう。2つにパコッと割って、
って、はい、パフッと乗せて、そうでパフ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 。うわ超これ。どう？超きめ細かい。うん。わあ。ここでしょ？そう目はあと目はあと目はあと口もできればあとが良かった。なぜかというと目つぶっちゃうと早く終わりたくなっちゃうからね。うん、でここにもちょっと乗せて、泡でくる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 って。うわこれすごい。これ泡で洗うんだ。泡で洗う。手じゃなくて泡で洗う。気持ちいいでしょ。私服の時じゃない。これもったいない泡が、うん、泡がもったいない。もったいない。これどうするのこれ。もったいない時は首の方とかも耳の後ろとかも。結構これさ弾力強いね。うん。簡単に潰れない。そう。跳ね返されるような、うん、マシュマロで洗ってるみたいだね。うん。そう脇の下とかさ、うんうん、耳の後ろとかあるでしょ。カレー粉とか、うん。匂いとかもね抑えられてくるの。うん、脇の下洗ったらね匂いしなくなってきた人いるよ。クレンジングとかで。で最後に目を洗う。上を。くるくるする。そして。もうそんなにね手でやんなくていい。そのぐらいやったらもうおしまいで。もうおしまいでこれ。はい、もうおしまいで。これだけ。本当にすごいもちもちの泡ができます。もうちょっと水足したらもうちょっとふこふこになったかもしれない。私だったらもうちょっと上手に泡立てられるんだけど。泡がねうまく立てられないってよく言って質問来る方がいらっしゃるんですけど、それはなぜかっていうとこういう風にやっちゃってる人、こうとかこうとかさ、なんかこういうやり方してると泡がうまく立ちません。さっき言ったようにこことここを持ってふっこふっこふっこシャク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 こういう感じでねやってください。どうですか。さっぱりした。おー白くなったしさ、おでこ光ってるんじゃないかっていう、うん、気持ちいい。こんな楽だと思わなかった。肌がね、うん、いい感じだと思います。ね、すごい白くなったね、うん、うん、綺麗だ。毎日やることによって肌綺麗になります。ツヤが出るようになってくるよ、うん、ポイントあれだよね、使用量、うん、あと圧、圧圧気をつけてください、うん、あと先ほど言ったようにこれね洗い流すときいつまでもぬるぬる残ってるっていう方いらっしゃるんだけど、そんなにね、うん、神経質になる感じじゃなくてささってできますね、うん、7、8回流したら次にもうこれで洗うからそんなに神経質になることないですよ。いつまでもぬるぬる取れないとかってやることないですから、うん、ちゃんとお箸で洗えばさっぱりでしょ。気持ちいい、うん、さっぱり。みんなに使ってほしい、うん、ぜひ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 やってみてください。はい、今日もありがとうございました。はい、では皆さんさようなら。皆様のおかげでレイテノールチャンネルはまもなくチャンネル登録者数10万人を迎えます。残り100人を切ったところからカウントダウンライブを開催します。10万人達成の瞬間をぜひ皆様と分かち合いたいです。またファンメッセージを募集しています。ご応募いただくと抽選でとっておきのプレゼントが当たります。概要欄に応募方法を載せていますのでぜひ皆様のご参加をお待ちしています。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンをお願いします。最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をして隣のベルマークを押すと新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。